皆さんこんにちは。今日はこれから東北の方に向かいたいと思います。行く場所は岩手県の大船渡りというところに行きます。明日が学校公園で、明後日がホール公園があるんですけども、普段使ってる車と違いますよね。普段使ってるハイエースがちょっとトラブルがありまして、急遽代車をレンタカーでお願いして、こちらのホンダのフリードという車になりました。で、この普段使ってる、僕こういうタイプの車が実はすごく苦手で、多分同じような感覚わかる方いるんじゃないかなと思うんですが、運転席から前のフロントの前に出てる部分、これがすごく怖いんですよ。何が怖いかっていうと、この運転席からなんかどのくらいこの辺が見えないじゃないですか。なのでこの辺がぶつけちゃいそうでちょっと怖いので、ちょっと運転する前に、はい、こちらのマイクスタンドをこの当たらない角のところに立てて、ちょっと棒を伸ばして、ちょっと運転席からだいたいこの辺がぶつかっちゃうギリギリラインですよっていうのをちょっと把握してから運転しようかなと思います。慣れない車はですね、車体の感覚とかが難しいので、安全運転で行きたいと思います。ちょっと運転席からどんな風に見えるのかやってみようと思います。ちょっと広めですけども、少し余裕を持たせた感じでこうやって立ててみました。本当はもう1個あればこっちでも同時に見たかったんですけど、ちょっと2回に分けていきます。あ、なるほど、運転席から見るとこういう感じなんですね。なるほど、その辺がダメなポイント、当たっちゃうポイントなんですね。ちょっとこれをしっかり覚えていこうと思います。反対側はどの辺なんでしょうね。今こんな感じですけど見えないんですよね。ハイエースだとこう前が見やすいので、そういう点ではハイエース大好きです。ただ私が乗ってるハイエースと大きな違いは、やっぱこういうしっかりとした車はこのドアを閉めた時の音が全然違います。僕は普段乗ってるハイエースのデラックスっていうタイプはザ貨物車なので、もうこういうなんていうの、音が違いすぎますね。はい、こっちもちょっとこうやって立てて見てみましょう。そしてキーレスの車って普段乗ってないので、なんかこういうブレーキを踏んでエンジンをかけるっていうのもちょっと新鮮です。はい、今ここにポールがあります。こんな感じですね。なるほど、ちょっと慣れるまで心配ですが、安全運転で行きましょう。はい、運転席から見た感じはこんな感じの景色なんですね。思ってたところよりももうちょっと手前側だなと思ったりしました。で、昔の車にあったと思うんですけど、なんかこの辺にこういうポールの役割がある、ポールが立ってる車あるじゃないですか。なんかあれ標準装備になったらいいのになって個人的には思います。そしてまあこういうね、前がある車を皆さん普通に乗ってるのが本当すごいなって思います。じゃあそういうわけで荷物を積み込んで、今日はこちらのホンダのフリードという車で岩手県の大船渡り町まで行ってきたいと思います。行ってきます。はい、今ちょっとパーキングで休憩中です。で、こうレンタカーだといつも困るのが、スマホの Google マップをナビにしてるんですけど、今回このいつも使ってる吸盤式のこれを普段のハイエースから下ろしてきたんですけど、結構貼り付けはなくて、いつもこれは土台がちゃんとある状態でやってるんですが、これ困ったなと思って、スマホを置けるスペースが全然なくて、最終的にここのボードを開けて、ここのスペースに入れて挟み込んで、ここにはめて使ってます。まあ若干安定感はちょっと気になるところですけど、これでなんとか使えているので、ここにセットしてやってます。いや、遠いですね。あとちょっと頑張りましょう。はい、到着しました。山梨を出てからこちらの大船渡りのホテルまでだいたい8時間ちょっとかかりました。最初に調べた Google マップのナビだと7時間半ぐらいだったんですけども、やっぱり途中で渋滞とかいろんなことがありまして、結構混んで到着です。でもやっぱこう普段乗り慣れない車なので、結構緊張感もすごくて、でも自分の乗ってるハイエースにはない機能とかがいっぱいあったので、これを押すとどうなるのかなっていろいろ楽しみながら運転してきました。僕のハイエースにも欲しいなと思ったのが、クルーズコントローラーつけてるんですけど、前の車とレーダーで一定の車間距離をキープするっていう機能あるじゃないですか。あれがこうオートクルーズを使ってる時にも有効で、こう
それがすごく本当に便利した。僕のハイエースにはそのレーダー一応近づいてると近づきですよってアラームになるんですけど、自動でスピードをコントロールする機能はついてなくて、あのクルーズコントロールって例えば100キロで走ってて前の車が80キロで走ってるとだんだん車間距離がちっちゃく縮まっちゃうんですけど、今日乗ってるホンダのフリードっていう車についているそれは、例えばオートクルーズを100キロで設定していても前の車が80キロだと、まあ、どのくらいの車間距離にするかっていうのをボタンでコントロールできるんですが、前の車に合わせてオートクルーズの機能はオンのまんま80キロに合わせて、前の車がいなくなったりしたらまた100キロに戻してくれるっていう機能があって、めちゃくちゃそれは操作があんまいらなくてめちゃくちゃ良かったです。あとはレーンをキープするためのアシスト機能っていうんですか、ちょっと慣れるまで怖かったんですけど、まあ、レーンとレーンの間をちゃんと真ん中を走れるようにハンドルが自動的にこうやってくれるんですよ。でちょっと調子に乗ってハンドル離そうかなと思ってて、ちょっと軽く持ってたりしたんですけど、周りもちろん車がいなくて見晴らしがいい安全な時にやったんですけど、ハンドルを握ってくださいっていう警告ランプも数秒だったらつきました。いやいつかねこう自動運転の車乗った時も最初はめちゃくちゃ多分緊張するんでしょうね。はい、でもとりあえず無事に到着することができたので、明日のお風呂あたりの、まずは小学校だったかな、はい、まずは学校公演頑張りたいと思います。そして明後日はリアースホールのホール公演です。どっちもめちゃくちゃ楽しみです。今日はこれから夕ご飯にお風呂あたりの美味しいものを食べていってきます。じゃあ今日の動画は以上になります。もしよかったらコメントやチャンネル登録応援していただけると嬉しいです。また会いましょう。バイバイ。珍しいです。うん。